げていきまーす。カムブレスケア、誰が口臭いや。なや、カムブレスケアってこんなギフトにしてまで送るもんじゃないだろ。これスーッと感がお口で広がりお腹に届くって何、口臭いってこと、やかましいわマジで。リスナーって書いてある。 T シャツ H、 どういう意味でこれ送ったのこれ。なんかちょっとおしゃれだし、普通にいいシャツだし、これどういう意味で送ったのこれ。札があるわ。なんか HARBARD って書いてある。ユニバーシティって書いてある。ハーバード、ハーバード、いやハーバードかい。ハーバードって書いてあるわ。ハーバードユニバーシティ、ハーバード大学の T シャツってことこれ。ノリラジリスナー頭悪すぎてハーバードと誰も気づかなかったね。そういうとこ、これ見てなんかエッチとかエロいとか言ってるやつね、ハーバード大学だぞ。なあ、気づいてなかっただろ。何がムクムクだよ本当に。エロいなあだよお前、アホか。え、ハゲとかさ、ね、何が広島カープだよお前。匿名、石川紀之さん。ホワイトホワイトマウスウォッシュ、なんか口くせえの俺。なんだろこれ、なんか鬱陶しいな。ブレスケアとかさ、マウスウォッシュとかさ、何これ、何これがオッパブ行くの俺。ねえ、こんなん用意しちゃって口ブブブブみたいな。あの当店のルールご確認ください。女の子の下半身を触らないこと、やってもいいことは、キスとまあ多少のお触り程度だけ、あと反射の方お断りとさせていただいております。以上、守れる方のみでお願いいたします。はい、大丈夫な方はですね、あのこちらもあの口をゆすいでいただいてからのご入場となります。よろしいでしょうか。あとはご料金、料金に関しましては後払いとなっております。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。やめてもらっていい本当に。マウスウォッシュとかもなんかブレスケアとか人の口が臭いみたいな、なんか遠回しに失礼やろ。うん、超連ダワーじゃねえんだよ。次、呪物。なんかね、こんなん書いてんのこれ、びっしり。埼玉県埼玉市桜区、石川紀之という市川隆弘様、郵便局の皆様、ハト3羽行っちゃいます。多いとは分かっています。どうぞどうぞ3羽を羽ばたかせてください。いつもありがとうございます。いつも3話でフィーバーお仕事頑張ってくださいね。これで鳩っていうのは多分この切手のことなんよね。鳩3枚で後ろになんか安全ですって書いてあるの。配達する人も怖いよね。ほんでなんか俺の郵便番号の頭338をなんか耳はって書いてある、カタカナで。で上に数字で338って書いてある。多分338を読んだんでしょうね。まあ338だからみみはって読めるから耳はって書いてるんですよ。ちょっと普通じゃないよね、癖強いよね。埼玉市桜区の桜、桜の絵描いてるんですよ。ようこんなに届くよね。日本優しすぎるやろ。こんなに描いて埼玉の漢字わからんのかっていう。大丈夫これ、なんか炭疽菌とか入ってない、大丈夫。怖いんだけど、素手で。安全ですとか書いてあるけど。大丈夫ですか ?8、10、最近多いよ、こういうのなんか。わけわからんやつ。え、なんかハリボーかなんかのなんかお菓子のゴミ入ってる。やっぱ普通じゃないね。なんかお菓子の袋が入ってる。しかも中身入ってないです。ハリボーじゃないか、これなんだろう。バーガーって書いてあるな。国民生活と福祉、財政の働きと景気の変動っていう、なんか参考書かなんかのページを破いて、なんか答えて送られてきてるわ。私は生きています、なんか手紙がある。私は生きています、いつも笑顔にしてくれてありがてん、多分ありがとうってことでしょう。先日道で私を試してくれるものを拾いました。なので採点お願い候補、答えわからないので天才のタカピーにちょっと見てもらいたいです。ね、タカピーって。よろしくお願いいたします。前の手紙では文字が薄いと言われたので。いつの手紙だよ。今回は太陽の色で書きました。読みづら、全部オレンジ。うん、ほらもう映んないぐらいオレンジ。私の好きなおすすめのお菓子の袋です。よかったら買って食べてみてください。ユピっていうお菓子です。ミミズみたいな字の国のお菓子ですので、ちょっとうまく説明はできませんが、ハンバーガーです。また連絡します。いらんて。じゃあこれ道で拾ったってこと。参考書のページを破いて、まあ、これは多分道路に落ちてたんでしょうね。でそれを自分が拾って、なんか私への挑戦状だと思って、なんか適当に回答を書いたんだけど、よく問題がわからないから俺に送りつけてどう思いますかってこと。ほんで好きな食べ物を、まあ俺がね、食べ物飲み物受け取らないって言ってるからかもしれないが、食べてほしいから入れ物だけ送ってきたってこと。大好きなタカピーへ、京都のババア。お前か、気持ち悪い。送ってくんなお前、一番下に京都のババアって書いてあった。久々やのなあ、やめよお前は。なあ、ふざけんじゃない。送ってくんなお前、まだ見とったんか、びっくりするわ。京都さんかよ。なあ、
書いてあるもん、ここに。ここに京都のババアって書いてあるの、これ。でもね、確かにこれ下に書いてあるわ。京都から愛を込めて届きましたかって書いてある。この人だって俺にリアトツしたくてしょうがなくて、南与野駅でずっと俺が遠征から帰ってくるの待ってた人だもん。ダメだって。見なくていいって。何タカピーって。しかもなんかタカピーの P の P がさ、ローマ字の P でなんかボカロ P みたいになってるし。最後の最後でめっちゃ怖いよ。本当に呪物やん。本当に呪物やんけ。ネタかと思ったわ、こっちは。前回みたいなわけわからんもので、ガチで呪物やんけ。お前だろ、俺がガチスロ負けてる理由。なあ、みんなや。ガチスロばっか負けてんだよ、こっちは。毎回何万も何万も。この前ようやく勝ったけどな。なあ、お前だろ、俺のガチスロの連敗の理由は。なあ、あとはあの、チョレイとかの音が入り込んでんのは。音声が入り込んでんのは。生きる送り込みやがった、このクソが。なあ。玄関の箱の中に入ってた。まだ俺が回収してなかったわ。ご丁寧に梱包されておる。こちら、リッププランパーと言いまして、韓国で流行り、日本にもやってきた最近のメイク用品になります。今の流行りは唇を大きく見せるメイクなので、このアイテムは唇に塗ると唇が腫れて大きくなります。その時に唇にビリビリとしたかなりの痛みがあります。面白い感覚なので、ぜひのりちゃんに配信で試してもらいたいです。唇がプルプルののりちゃんが見たいです。これからも応援しています。痛いやつや。何これ。腫れるって何？もう顔腫れてんのに？え、痛いの？え、でもなんか、かなりの痛みがあるって書いてあるよ。結構痛いの？深夜に？唇荒れない？割と痛い？あ、痛い。うん。あ、痛いね。あ、結構痛い。あのね、どれぐらい痛いかっていうとね、あの、髪の毛ブリーチした時の頭皮ぐらいの痛みはあるわ。あの、ブリーチした時の頭皮の痛みぐらい痛い。で、結構痛いっす、これ。割と痛い、割と痛い。割と、あの、気にするぐらい痛い。あ、もう嫌だってなる。多分洗いたくなる。だからね、ズーン、ズーン、ズーン、ドゥーン、ドゥーンっていうペースで、ジンジン来る。ドゥーン、ドゥーン、ドゥーンって感じ。ブワーン、ブワーンって。いや、これは痛いよ、これ。これちゃんと痛いよ、これ。ちゃんと痛い。痛くないはない。気になる程度の痛みはある。まあ別になんか、大騒ぎする痛みではないけど、なんか思ったよりかは、ちゃんと痛い。え、ちゃんと痛いやんって感じ。だから、あれよ、激辛ペヤング食べた時と同じだよ。激辛ペヤング食べると唇とか腫れ上がるじゃん、真っ赤かんなんて。あれと同じ感じかな？カプサイシン。これ。要するに辛味と同じでしょ、これ。辛味、痛みって言うからね。多分それ塗ってんだよね、これね。唐辛子の成分とか入ってんじゃない？こいつに。だから激辛ペヤング食べた時の唇感覚と同じですわ。唐辛子だよね、これね。ほんで、あ、痛、辛で唇腫れさせてるっていう。でもまあ食い物だから体に悪いもんじゃないよ、みたいな感じでしょ。いや、痛いよ。普通に。やっぱ女バカだわ。こんなことして唇腫れさせてプルンとして大きく見せて可愛く見せるって可愛くないわ、やってることが。可愛くないやってることが全く。うん。普通に。普通に。おかしいよ。いや、おかしいよ。違うところが痛いよ。女の人ってすごいな。整形してダウンタイムでさ、怪人みたいになったりとかさ。美に対して何でもするな。痛っ！いや、どんなに唇が腫れても顔がしかめ面になるから、可愛くないだろ、これ。これでさ、笑顔になれないんだけど、ニコってできなくない？痛ってなって、顔引きつるやん。だったら別に、唇腫れたって可愛くなくね？こんな顔してて。逆に殴られたのって話になるじゃん。いや、この上でさらに、顔を意識しなきゃいけないわけでしょ？可愛く見せるためには女の人は。いや、きつ！それメイクがどうとか、そういうのじゃなくて、いや、唐辛子塗って腫れさせて可愛く見せるって。いや、気違いやで。ねえ、だってやってることえぐない？唐辛子唇に塗って、カプサイシン塗って腫れさせてプルッとさせてるって。いや、おかしいって。痛っ！腫れてきたって。痛いって。マジで痛い、これ。徐々に。いや、痛いって、マジで。で、こんなに腫れさせてキスする人いないんですけど。意味わかんないんですけど。キスの予定ないんだけど。無駄じゃん！それでキャバから来たの。逆でしょ、やるの。なんで俺がやっていくんだよ。女がやれよ。なんで俺がやっていくんだよ、これ。なんで客側の俺が唇分厚くしてんだよ。
意味わかんないでしょ。しかもキャバクラキスするとこじゃないし。いや、マジで痛い。これ、バカでしょ、こんなの。痛っ。え、なんで俺整形してないのになんかダウンタイムみたいになってんだよ。おかしくねえ、これ。やだ、二度とやらない、これ。痛い、マジで。ずっと痛いよ、慣れるまで。いや、それおかしいじゃん、慣れるまでって。そう、痛みがさ、引いてるんじゃなくてさ、痛みを感じてない。ロキソニンみたいなもんでさ、慣れるって。おかしいじゃん、それ。慣れるまでって。いや、痛いものは痛いじゃん、じゃあ、ずっと。収まらないの、これ。天使売り切れだった？即譲るわ。即譲る。即譲ります。塗りすぎから。だって、塗れって書いてあったもんだって、コメントに。もっと塗れ、もっと塗れって。もう、世の女性たちが男に悪ふざけて、これを乳首に塗られたりしますように。今の俺の顔、あれやん。エースが死んでガープの顔を殴ってるダダンやもん今俺。完全に泣きじゃくりながら唇腫れちゃってるダダンだもん今俺。なんで守らなかったんだよーって言ってガープの顔ぶん殴ってるダダンみたいな顔なってるからね今。痛いマジで。本当に。何よりこんな痛い思いして何もないの嫌だ。だってさ、女の子たちはこれで痛い思いしてさ、唇がプリッとして可愛いって言われたりとか、好きな人に振り向いてもらったりとかそういうのあるわけでしょ。俺だって別に美女とキスできるわけでもないんでしょ別に。これでなんなん別に。ただ痛いだけじゃん。なんもないんだよ。痛い思いしたのに別に女じゃねえし男だし意味ねえし。マジで痛いよこれ。これあの多分ね、舐めてかかったら結構痛いっす。もうだいぶ慣れてきたけどようやく。いや結構ピリッとするよ。なんていうリップ。参考にすんなよ俺の腫れ具合見て可愛くなれそうみたいな。そういうとこ。だから手のひらで転がされるんだよ。何のリップじゃないの。買うなよこんなやばいやつ。買うなよ。なんでこれ見て参考にしてんだよ。買う気なんだよ。いいねみたいな。可愛くなれるかもじゃねえんだよ。痛えからやめとけっつってんだよ。こっちは欲しいじゃない。いらないの。買うなて。こんな思いしてまで。加納姉妹とかやったらもともと唇分厚いからもうめくれ上がっちゃってもう目隠れるかもしれない本当に。そんな、ブーって伸びてきて、目隠れるかもしれない。そのうちね。意味わからん。全国の待ち合わせに来る女の子の顔が歪むよ。待った待った。え、どうしたのだろうかね。待った唇どうしたのみたいな。いや、待ったみたいな。全国の女の子の顔歪むから。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! This.